かったぞ、来ました。行ってみたいと思います。いい状態じゃないかな。叫ぶし、首回すし。赤さん、たすけさんいらっしゃい。いじげてありがとう。赤つ物欲さんいらっしゃい。赤さん、ザッパさんいらっしゃい。赤さん、ピアさんいらっしゃい。のりさんいらっしゃい。あこ、ジョナさんいらっしゃい。あこさんちゃん、つきさんいらっしゃい。あこ P の夏目京介さんいらっしゃい。あこです、うーたんいらっしゃい。行ってみよう、首を回してみよう。P のこっちだよ。話しかけないけど、アコピーのノリトペさんいらっしゃい。こんばんは。いらっしゃい。男の人がテレビの女の子にキスする CM のゲームですね。詳しいですね。アクランプスカタールさんいらっしゃい。ゼロさんいらっしゃい。アコツ74さんいらっしゃい。もう一度チャレンジする。やる。よっしゃ、頑張れよ。いや、当たるぞ。うまくいくかな。なんだこりゃ。てん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 。く、首がひい化け物だ。よし、やるじゃんかよ、坊主。疑似みたいに首なんか回しやがって。そうか、この人たちは人間なのか。マジック使うとは憎いね。でも今のは小手調べ。これからが本番だぞ。ショップに目皿のために仕入れたものがあるらしいから、それを盗んでくるんだ。中は二重の扉でがっちり守られてる。大変だぼ。もし失敗しておまわりにでも見つかったら、豚箱行きのゲームオーバーだぼ。あ、やばいね。セーブしないと。やる。おう、そう来なくっちゃな。よし、今夜決行だ。お前見込みあるぼ。ぼやっきーみたい。ことたまるせさんいらっしゃい。あ、セーブできない。まあ、いいか、セーブしたし。とりあえず入り口の鍵を外しておいたからな。気をつけるんだぞ。いってらっしゃい、泥棒少年。名倉さんいらっしゃい。あ、でも自動だよ。裏開け。うん、開かないよ。ダメだった。おめえ頭悪いんじゃねえか。鍵開けは感じる力もいるぼ。チェ、やり直しだ。ずらかるぞ。捕まらないよね。大丈夫だよね。ああ、よかった。感じる力。鍵開け？レオさんいらっしゃい。ゴーストさんいらっしゃい。じゃあ、とりあえず叫ぶの、もう一回リセットかな。係員いらっしゃい。マジか、頑張ったのに。宝箱で練習かな。とりあえず今、おバカなので、思考力を上げて、感じる力、思考力。マミいらっしゃい。あ、すいません、散らかしすぎで。ゴムボールもいいや。テレビもちょっとしまって。勝手に上がったり下がったりするもんね。クランプス、ムロさんいらっしゃい。ヒデジいらっしゃい。読むかな。
くるか。破られた。やんちまった。ナムサンさんいなさい。いや、連打してたんだけど。車庫辞典も破いちゃう？辞典破いた。ちょっと買ってきます。あ、こつコールさんいらっしゃい。ドラクエのチーム、あこ74個目さんいらっしゃい。薄い本だったら激怒。バチーンやな。攻撃的なままでいいんだろうか。あんな大声出しちゃダメだよね、忍び込むのに。絵本っていうのもあるんだね。超攻撃性的ですよ今。絵本買ってみようか。でもこれ多分段階ですよね。絵本、国語の本、百科事典。赤サラマルチさんいらっしゃい。マルさんいらっしゃい。そこ81。いや、国語から言ってやる。もう絵本っていう年じゃないピーノはね。ピーノ練習しましょう。剣しまって、よしよし、いよいよ上がったぞ。うん、早いね、読み込み。小手半どうぞ。竹番さんいらっしゃい。食べちゃいじゃないよ。食っちゃいかんよ、お金もかかるんだから。あいう、かきくけこまで読みましょう。こんばんは、いらっしゃい。あいう、褒められたぜ。飽きた。根気28だもんな。テレビ見ると思考力とか一気に落ちてたからテレビはダメですね。優しさもゼロ。百科事典行ってみるか。スライムレースね、結局できなかったです今回。ありがとう。飽きるの早くない？テレビは頭悪くなる電波出てる。いい番組もあるんだがな。やっぱダメか。別のことをさせる。サッカーボール蹴る？うん。あ、ダメですダメです。種は？なんだこりゃ。想像力、腕の力。あと、きたきたおやじさんいらっしゃい。
アコ電機ミルキーさんいらっしゃる。うん、7章ですよ。いいね。やっぱ他のことさせるとあれだろうな、気が紛れるんだな。階段下の扉がクリックできるかも。なんかあったかな？新しくってこと？お、お、いいね、いいね。書き気まで来た。さっきは攻撃性がガツンと上がって他がガツンと下がったのでランダムなんですかね。セーブをしてどんな感じかっていうのを試していかないとね、泥棒のとこで。いいねいいね、バッチリバッチリ。じゃあ百科事典読もうか。一応ね、覚える法則性はある。読めるけど理解できない。頑張ってるな。根気35、思考力33。30で泥棒ができるとは到底思えないな。最低50グラムでいこうか。タコいらっしゃい。開けれるぐらいになったか忘れちゃったかな。思考力45。飽きたか。じゃあ宝箱。うん、大会勝てたよ。いらっしゃい。やさしさゼロ。おや、もうちょいかな。思考力、想像力、根気上がるね。これいいじゃん。いいとこが上がるんだったんだ。今一番いるところだね。いや、アマジは被災してない。3度で草寒い。暖房はないの？人が生活する温度じゃないぞそれ。3度って。そうなの、チームクビになった。いいよいいよ、お待ちしてますよ。
のんびりチームなんで。にゃーご。夏目がずっと元気。起きるの早いな。思考力58。交互にしてみよう。22年。天のめぐみじゃん。よし、種が負けるぞ。魅力2。ストレス0。気力があれだからか。寝よう。いらっしゃい。優しさがほぼゼロ。優しさゼロになったのなんでだっけ。攻撃性を上げたからかな多分。はい、おやすみなさい。とりあえずここでセーブをして、うん、そうそう、泥棒の手伝い。あ、やばい本食べたから食べたからかな。バファリン半分じゃないよ。本当に目離した隙にね、パクって食べた。あれ、どこ行ったと思ってで、体力見たら増えてたから、あ、食べられたって。うん、開いた開いた。開け方マスターしますか。根気47、思考力63。そう、あのね、食べたらね、体力上がる。練習練習。分かったぞ、ください。これでいいのかな。飽きたかじゃあ百科事典。これで石板読みに行ってみる？いや、今ちょっと別のことしちゃダメだよね泥棒しないとね。 KOF が MMORPG になる。マジで？なんだそれ。冒険しますねMMORPG って。うん、泥棒に集中します。これはもう完璧と見ていいのかな。思考力81、根気53。よし、これで一回行ってみましょう。セーブをして。赤ちゃん、プカさんいらっしゃい。661万、お疲れ様です。いいなぁ。気になる。気力69。ゲームオーバーを見てみたいな不満言ってる。ひなちゃん、どうしたん。お姉ちゃんとこ行く。
ちゃん出したら出したでまた入れてって言ってくるじゃん。やるかー。ピノこっち。ドラゴンはダメよ、ダメダメ。タコストレス、いらっしゃい。頑張る。今度はしくじるなよ。やる。ん？てかドアの開け方からかな。うん、セーブした。やばい。叫ぶんだったな。基本的なこと忘れてたかも。基本的なこと忘れてた。再教育せんといけんかった。ごめんごめん、泥棒。おめえ頭悪いんじゃねえか。つこう。あかんかった。うん、始まってするな。てへへなっとったな。攻撃性下げないと。攻撃性を下げるには、何が良かったかな。これテレビ見てみる？優しくすればいいね、ペットとかにも。それは上がっちゃうんだよ、ピーノ。食べないでね。あ、やばいやばい。一番高いやつの番組になってしまうんでしょうか。ブレモの番組やったな。ロクちゃんいらっしゃい。それこそ絵本とかいいかも。あー攻撃性下がりますか。じゃあとりあえずドアの開け方を忘れさせて、うん、悪い方向に向かったね。怯えていただけなんだよね。ピーノそれまた後で覚えよう。よし、ごめんよ。ダメなんだよ、それじゃ。この状態じゃ覚えないか。うん、感受性高めないとね。よし、ペットを大事にしよう。あと絵本か。触れ合ってみる。忙しいですね、ピーノも。食べるかな。うん、あかんって。君向けたでしょ、鳥を。信頼61。サラさんいらっしゃい。しましょう。いいね、優しさ思考力が根気。わかったぞ。首回しちゃうかな、まあ、いっか。優しくする。あ、殴るのは最終手段。すぐ殴るから。ただ攻撃は下がらないんだな。魅力2、真面目さ、根気、ストレス20。
撃防御力下げるのって何だったかな。恐怖の6日間上です。私もドキッとするよ。サッカーとか上がっちゃうし、勉強しても下がらないもんね、攻撃防御って。何してたら下がってたかな。歌を歌おうか。4年かかってゴールドシーンになりました。おめでとう。ドーピングで下げれるかな。ミーは？あ、ストーブ。あ、火つけた。すげえピーノ。あ、火つけたら攻撃防御力下がった。なんでやん。そして緑がめっちゃ上がった。火つけまくればいいのかな。謎ですね。謎すぎる。うん、気持ちいいね。そうだね。もやせもやせ。マギを持ってこい。マギを持ってこい。うん、家を焼こうぜ。まだ攻撃性ですね。あー、ごめん、気力ゼロだった。気づかなかった。二酸化炭素が増える。寝よう寝よう、ピーナ。派手にやるじゃねえか。マルタン持ったか。セーブ中、セーブ中。うん、こうしてベッドに連れ込むんですよ。ティンカーはそうだね、ピーノが寝てる時になんかコンセント挿してそう、ブスって。新発見ですね、ストーブ。あー、落ち着くわーっていうんで攻撃性が下がるんだろうな。あったけーなーって。はい、お疲れ様でした。次役いきます。なんとか泥棒を終わらせて今日は終わりたいな。あと何枠でいけることやら。熱々です。指示通りなんですけど。カレー斉藤由紀、くまじゅんさん、ありがとう。感受性豊かと知性高めの性格にしたい。